ジョナサン・グレはカナダの男性総合格闘家。ケベック州ビクトリアビル出身。チームレギオン所属。ジョナサン・高齢とも表記される。14歳で空手。二20歳でブラジリアン柔術を始めた。2001年12月16日、UCC でプロ総合格闘技デビュー。2005年10月3日、UFC 初参戦となったアルティメット・ファイト・ナイト2で。 J. ヒエロンと対戦し、TKO 勝ちを収めた。2007年9月19日、UFC ファイトナイト、トーマス VS、フローリアンで、ダスティン・ヘイズレットと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け。当初は、マイク・スーイックと対戦予定であったが、変更された。2008年4月2日、UFC83 で、ヒロナカ・クニカと対戦し、2ラウンドに TKO 勝ち。 ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。12月10日には UFC ファイト・フォー・ザ・トゥループスでマイク・スウィックと対戦するも33秒で TKO 負けに終わった。2010年5月8日 UFC113 でマーカス・デイビスと対戦し左アッパーでダウンをしたところに鉄っ打ちで追撃され TKO 負け。2連敗となり UFC からリリースされた。 ありがとうございます。